困りごと発生した時にどういうふうに行動を取る人なのかっていうところをしっかり把握をしたいなと。ある特定のところだとすごく活躍しそうだけれども、こっちに行ったら元気がなくなっちゃうんじゃないかなっていう人って結構不安なんですよね。どうもしゅんです、こんにちは。ということでですね、今回は面接企画なんですけども、この動画はメーカーに興味がある人に向けた動画になっております。今回はですね、トヨタ自動車に10年間働かれていて、今スタートアップ企業に転職されている佐田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は今の大学3年生と大学院の1年生の方に面接を受けていただけたらなと思ってます。こちらの動画は前編旬ダイアリーで、後編は就活会議の方で流していきます。ということで、就活生の方、簡単にお一人ずつ自己紹介をお願いします。東京大学外国語学部英語学科3年の高橋鈴香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。九州大学大学院生物資源環境科学部生命機能科学専攻修士1年の後藤太郎と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速、面接の方を始めさせていただけたらなと思います。はい、まず高橋さんの方からお願いします。じゃあまずですね、ゼネラルなところからですけれども、簡単に自己紹介とですね、それに続けるような形で、まあ、学生時代にこれまで取り組んでこられたことについて簡単にご紹介をいただいてもよろしいですか。はい、東京大学の外国語学部英語学科3年の高橋鈴香です。英語学科ではコミュニケーションのゼミに所属しており、人に寄り添うことを軸に常に行動しております。これをもとに学生時代は2つのことに取り組んでまいりました。まず1つ目は学生団体の設立と運営です。2つ目は塾でのアルバイト講師としての経験です。1つ目の学生団体では広報と企画担当として、参加者が5人以下のイベントを3倍に増加させました。2つ目の塾でのアルバイト講師の経験では、初めはやり方も分からず、もうダメダメの状態だったんですけれども、そこで周りの人に聞いたり自分の中で改善方法を見つけたりして、最近の実用英語検定では生徒18人中15人を合格に導くことができました。以上の2つが私が学生時代に力を入れたことです。高橋さんが学生時代に取り組んでこられた中で、調整事があったりだとか、場合によっては意見がぶつかり合うことがあったりとか、そうした中で具体的にこういう取り組みをして、最初にごちゃっとなっていたところからちゃんとゴールに向かっていけたみたいな経験ってありますか。まず学生団体の方は役割分担というものに意識して取り組んでいました。初めは3人で立ち上げて、でその後一気に10人に増えてしまって、それぞれの仕事がなくて、それぞれの目標もなくて、どのように進んでいけばいいかわからないという状況だったんですけれども、自分の強みと弱みですね、それをしっかり意識して、自分の強みは自分の担当でしっかり活かして、で自分の弱みっていうのは周りの方でしっかり補完していただいて、全員で一致団結して進むように意識しました。一致団結をするというところで、まあ、いろいろ役割とかをちゃんと分けていくっていうことだと思うんですけども、その中で高橋さんが担った一番大きな役割ってどんなところがあったんですか。私は自分の強みとして行動力っていうのがあると思ったので、企画と広報に自分から立候補しました。でもその反面として、自分は詳細を詰めていくであったり、細かいことが苦手だったので、しっかりそこをちゃんとできるような人、また求めるっていうのも少し苦手だったので、自分からリーダーに立候補せずに、求めるのを得意な人に任せるようにして一致団結しました。そういったその取り組みをされてこられた中で、社会人になっていくにあたって、得意なこと苦手なこと両方あると思うんですけれども、それらを生かしてどういうような仕事に携わっていきたいというふうに考えてますか。先ほども申し上げた通り、私の強みっていうのは行動力であったり人に寄り添う力だと思うので、これを生かして企画広報に携わりたいなって考えております。企画に関しては他の人の気持ちを汲み取ったり、他人に寄り添ったりして、その人の課題であったり改善点であったりっていうのを目指すことに自分の強みを置いておりますので、企画に携わりたいなと考えております。企画の仕事の中でこういう素養があると一番大事なんじゃないかなって思うポイントって何かありますか。こういう人なら向いているとか。はい、ございます。まず企画の仕事にしては、想像力とかアイデアっていうのもすごく大事なんですけど、それよりも相手のニーズに合わせるっていうのが一番大切だと考えております。そういうのも、当初は企画をメンバー間内だけで考えていて、どのような企画が受けるかとかいうのもメンバー間内での意見でしかなかったんですね。なのでしっかりその時に参加者の意見であったり、もう全く団体に関係ない第三者の方から意見をもらったりした時に、新しい発見っていうのがあって、今まで自分たちでは考えもつかなかったような企画が生まれたので、第三者であったり参加者であったり消費者であったりの方のニーズをしっかりと聞いて答えていくことが大切かなと考えております。
かなり一般的な言葉を使って説明いただいたと思うんですけど、もう少し具体的にどういうシーンでとかって詳しく聞いてもいいですか。学生団体っていうのは LGBT に関するテーマを取り扱う学生団体が運営していたんですけれども、当初は LGBT の政治の問題であったりっていうのをテーマにディスカッションを行っていたんですけど、それであるとやはり面白みがなかったりして参加者が集まらなかったんですね。そもそもディスカッションっていうのも第三者からしたらつまらなそうだし、学生時代遊びたいみたいな感じで全然人が集まらなかった経験があったので、ディスカッションだけじゃなくて映画を取り上げたりとか、そういう楽しい企画を考えたりしました。メーカーでということでいくと、例えば実際に企画とか、まあ、先ほどおっしゃっていただいた広報みたいな仕事ではなくて、どちらかというと生産に近いような仕事に携わってくださいと言われた時にどういう気持ちになりますか。もちろん最初は自分がやりたくなかったことなので少し残念だなって思ってしまうかもしれないんですけど、似たような経験が塾でのアルバイト講師であって、初めは授業をしたかったんですけど給料計算であったりっていう雑務ばっかり任されてしまったんですね。初めはこれらの仕事に意味を見出せなかったんですけれども、やっていくうちに少しずつ基礎っていうのができてきて、授業をやる時にも実際に活かせたりしたので、基礎っていうのを固めるのはすごく大事だと思っているので、そういう仕事もしっかりとこなしたいと考えております。わかりました、ありがとうございます。はい、ということでお疲れ様でした。今メーカーの企業の想定なんですけども、今佐田さんが一次面接官だったら、はい、どうすかどうかまたお伺いしてもよろしいでしょうか。一次面接官で今大学3年生の時期であれば、結論は多分通すかなと思いますね。チームワークというところと、その中でトラブルとか困りごとが発生した時にどういうふうに行動を取る人なのかっていうところをしっかり把握をしたいなというふうに思いました。このポイントはやっぱり自分の役割とか向いていることに対してそれをきちんと理解をして、でその中でどの役割を担っていくのかというところはまあ考えられている方だったかなと思ったので、私の段階ではいいんじゃないかなと。あとは最後絶対聞かれるので聞きましたけど、メーカーを受けに来る女性の方ですね、大体企画か広報か宣伝をやりたいんですよ。基本的にはまあそこにすごく職種の希望っていうのが集中をしていくので、もちろんこういう職種が向いているだろうなと思いながら枠を一生懸命埋めていくんですけれども、人の配属をしていったりだとか人事異動してもらったりとかっていうことを考えていくと、ある特定のところだとすごく活躍しそうだけれども、こっちに行ったら元気がなくなっちゃうんじゃないかなっていう人ってやっぱり結構不安なんですよね。であると、ここはやりたいというふうに言ってるけど他のところでどういうふうに頑張れるかなみたいなところはちゃんと見極めたいというふうに思うので、多分そういう質問はされる場面がきっと出てくるんじゃないかなと思いますし、私も質問しましたね。今の高橋さんの回答はその観点で言うとどうでしたか。その観点で言うとちょっと迷いは見えるなと思ったけれどもまあ頑張るって言ってるから他の人に聞いてみようかなっていう感じですよね。絶対嫌ですっていう感じではないだろうなと思ったものの、そこに対して準備はしておいた方がいいと思います。気持ちの整理も含めて、絶対嫌なのに大丈夫ですって言うと入社後が気持ちが落ちたりする可能性があるので、ちゃんとそこはご自身で一回考えてみた方がいいかなと思います。トヨタ自動車であったりとか、そういった、まあ、大手のメーカーさんってどういう人物像とか思考性の方を求めているって一般論になっちゃうかもしれないですけど、はい、教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、超一般論で常に変わらないことっていうところでいくと、やっぱりそのチームワークなんですよね。要はチームの中である特定の役割を担って良い製品を世の中に出していくためにはいろんな役割分担があって、でその役割をきちんと全うしていって最後いい商品をお客さんに届けていくっていうことなので、特定のスーパースターがいるからといって良いものが出ていくっていうケースって必ずしも多くないんですよね。そうした時に特に大きなメーカーさんだとやっぱりそれぞれの職種の中でしっかりと活躍している人たちがいるので、最初のスタートの段階だと多分一メンバーになっていっていきなりスタープレイヤーになることって多分できないって、そういった中でちゃんと役割をやりきれるかとか周囲と調和をしながらできるかってやっぱりチームワークが一番大事になってくるというふうに思いますね。ということで高橋さん、面接の感想をいただいてもいいですか。はい、今までメーカーの方とお話しする機会っていうのがもちろんなかったので、メーカーに合った人材とか知れてよかったなって思うのと、不得意なところもどうやっていっていくのかっていうのを考えてなかったところなので、これから詰めていこうって思いました。今の話聞く限りすごい上手いなって思ったんですけど、なんかやってることとかありますか。練習してることは特にはないんですけど、毎日今日あったこととかを日記に書くようにしてたり、本読むのが好きなので、うん、それでこの力が少しずつ培っていったのではないかなって感じ、うん、頭の中身を整理をするっていうところはできているのかなっていう、そういう印象を持ちましたので、自信を持ってもらえばいいんじゃないかなと
思います。はい、ということで2人目の後藤さんの面接は就活会議チャンネルの方で流させていただきます。ということで後藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。研究開発の部署に所属して新しい製品を開発していきたいと考えています。自社で作った製品を世界で一番売れるような商品にしたいと考えています。話のポイントをもっと細かく区切ってもいいかもなと思いました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。